ください。消しましたか。あれ、ちょっとできてる。すぐ吸うのかな。やってみるね。固まった頃に。まずはポンちゃんをしっこしたから褒めましょうか。じゃあ、はい、ポンちゃん、うん、ポンちゃん、今日頑張ったら1週間記念日ですよ。きっと明日チュールもらえるよ。出かけますか。しないんだから、もっと偉いってことなのにね。まあ、だいぶポンちゃんにかまってるけど、ジャン君のが偉いから。まあ、いくだね。会社と、美容室で外出が2回になっちゃったからね。現在深夜です。ちょっと足が重くてですね、見たところジャン君が布団の上、足の間に挟まっていました。でポンちゃんもママさんのブランケットの上で寝ているんですけれども、見えますか、暗いですね。大丈夫です。おしっこはされておりません。ただこの上で寝ている状態ですね。今のところ大丈夫です。はい、ポンちゃんは今日で1週間お布団で
おしっこをしませんでした。当たり前です。おめでとう。当たり前の一週間おめでとう。じゃあ。さあ、ポンちゃん、これから毎日、トイレでおしっこをするということを続けていただけますでしょうか。お布団はトイレじゃないですよ。ワンちゃん。はい。えらいね。そうだね。よくトイレで、トイレのようにしてしまっていた布団に乗って寝ています。これはあのブランケットを敷いているからという効果あると思うんですが、同じ場所でおしっこをしないでただただ眠ります。ママさんのベッドの掛け布団の上で寝るというのが毎日に日課になっています。1週間お布団でおしっこをしなくなったポンちゃんですが、この最近の変化としてはですね、部屋を出て行ったり、戻ってきたりっていうのが、割とスムーズにというかですね、なんて言えばいいのかな、ちょっと楽しそうに部屋の中で遊んでいたりとか、まあ廊下だけですけどね、出られるのはそちらに出て、外でちょっと呼んでみたりとかっていうことが多いです。でその度にですね、このように撫でて、まあこれも喜ばしているわけですけどね、その辺もちょっと、あるかな、ほったらかしにしていると、おしっこしちゃうのかな。そしてジャン君にも平等にというのも大事かなと思っています。トイレは清潔に保っています。いい感じかな。